皆さんこんにちは。メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。今日は、メンタルエステスクールの中でメンタル強化コースっていうのがあります。これはビジネスの面においても、まあ、一般的に家庭の中でもいろんなところでメンタルありきっていうところってものすごく多いです。要するに気持ちが強くあれば、まあ、何事が来たとしてもクリアにはなっていくものです。そんなことから本当にビジネスの中でメンタルどう強くしていくか、これは実際にその割と営業の方が多いんですけども、営業の実際の場面をこう聞きながら、それに具体的にアドバイスなんかもさせていただいてます。基本的にメンタルを強化する部分っていうのももちろん受講していただいてるんですけども、プラスやっぱりその方に合ったニーズに合ったこともお伝えしながらメンタル強化コースっていうのを設けさせていただいてます。ご興味ある方はどうぞお問い合わせください。斉藤幸男でした。